おはようございます。我がんせの影げやんです。今日もよろしくお願いします。ということで、ヒマラヤラジオやっていきたいと思います。えー、っと、僕はですね、朝にね、朝の、まあ、習慣というかね、まあまあ、あのやってることの一つに、こう、ホットコーヒーを入れるっていうのをね、こう、朝にしています。で、えー、そのコーヒーはもう、コーヒー豆からこう、ひいてですね、えー ミルがあるんでそれで引いてそれをでコーヒーメーカーでコーヒーメーカーっていうかそのえ粉にしてそれにこうお,湯お湯をかけてこうコーヒーを作るっていうのをこう毎朝こうしてるんですね。でそれは基本的にまあどうしてもすごく忙しい時は除いてですねあの基本的に僕がするようにしてます。 で大体こう一人前をこう入れるこうスプーンみたいなスプーンというかなんかこう三角のねやつがあるんですけどそれをこう入れてで3倍分こう入れて3倍分ちょっと大盛り3杯分入れてそれでこう見るで粉にしてやるんですけども干だいたいね6杯分ぐらいの量が取れるんですねえー、6杯分ぐらいの量にしてちょうどいいぐらいの濃さというかそういう感じがあるんですね で、こう、えー、してるんですけども、そのコーヒー豆なんですけども、えー、近所のね、ド、え、ゥ、ー、ーシーボーというね、えー、コーヒー屋さんの、えー、コーヒー豆をこう使うようにこうしているということなんですね。で、だいた300グラム買うんですけども、で、売ってるのがね、いつもそうとは限らないんですけども、500円、600円、700円っていう、こう、価格帯の コーヒーヒ豆を売っておられ、まあ、100g500、ね、100円600円700円っていう3種類があるんですけどもたまに800円の時もあったりとかするんですけど、まあ、500円600円は大体あるということでこう、えー、そこにそのお店に焙煎機があるんで焙煎されそれで焙煎されてほんで売っておられるんですけどもで、えー、朝にねこう焙煎したやつをこう店で並べ張ってですね ほんで、こう、すごく新鮮な状態のコーヒー豆が買えるんですけど、で、まあ、父親にね、えー、買いに行ってもらって、で、いつものように 600g の 600, う600円のやつを 300g 買って1800円っていう形をこう大体取ってるんですけどもそのねあの時だいたい11時過ぎぐらいかなオープン10時なんですね朝で11時過ぎぐらいに行ったらですねもう600円のがなかったと親父が言ってるで500円の 200g と700円の 100g 買ってきたわーってこう言ってたんですねそれにちょっとこう僕はびっくりしてですねだから まあ土曜日っていうまああれではあったんですけどももうそのオープンして1時間ちょっとでね6 0 0ムの,の 600g じゃあ6円の、えー、種類の豆がもう全部売れてるっていうこの人気ぶりがですねこうすごいなと思って。 まあ誰かが大量に買っていったりもしてるんかもしれないですけどもやっぱ一番人気は 600g らしいですねこの辺こうまあおいしいのもあるんでしょうけどもその人間の心理ついてるというか500円が一応一番安い値段になっててで600円700円とあると真ん中を選ぶというかね、えー、その辺がこう人間の心理をついてるなというところですねうん まあ面白いなと思うんですけどもただもう全部そのその日にこう作ったやつがもう売り切れてるっていうこのすごさがこうびっくりですねでこうドゥーシーボーというお店のマスターはねお話聞いてると自分では宣伝しないとで商品であとはもう商品をしっかりしたものを作ってですねあとは口コミでどん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 広がっていくっていう形でやっておられて最初ね えー、4日間1週間に4日間営業されてたんですけども今5日間されてかなりこう、まあ儲かってはるというかこう、うん、よく売れてるようですねで、えーまあ、父親が買いに行くとですねお客さんが常にいるとお客さんの席は3席なんでその喫茶される方っていうのはその大人数ではできない奥に部屋があるんで大人数でもできるん,かで,きるんですけれども。 でえー、まあオープンしたってちょっとぐらいの時に僕何回か行ってたんですその時はねそんなにこうみんなに知れ渡ってる感じがなかった。 たんで駐車場もねこう2台あるんですけども,もう2台全部埋まってることもあったりとかね、えー、まあベンツの車が止まっててやっぱこう金持ちの人もこうやっぱ美味しいコーヒー豆が欲しいからって買いに来はんねんなとかそういうのがこうあってなんかそういうのを見るとこう僕は嬉しい気持ちになる。 で,す、ね、でどん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 こういいものだからどんどん流行っていくっていうそのまあ言った当たり前のようなこう流行り方をこうされてるんで、えー、僕にとってはこう励みになるですねああいうお店が流行るっていうのは、えー、自分も自信持っていいんかなと思ったりはこうします、うん。ということでね今日は「親父にコーヒー豆を買いに行ってもらってと」とまあまあ、えー 600円のやつが売り切れてたというね、えー、すごいなということをちょっと思ったということでやっぱりこう商品ですね商品がいいものやとやっぱりそれなりにやっぱりこう徐々に伝わっていくということですほんでこう食品なんで余計こう伝わりやすいんでしょうね 一人こうリピーターさんがつくともうそれは連続してリピートになっていく形がこう取れてくるからやっぱり大きいですね。えー、っと僕なんかでも僕らの家族なんかでももう常にもうそこのルーシーボーのコーヒー豆以外はちょっとなかなか他のを買おうとは思わないんでねうんああなると大きいですね。 だから僕もそういうのをこう考えると店で考えるとやっぱりこう今ねやっとこうちょっとお客さんがこうついてきてくれてる形になってるんでですねその新規新規さんもちろん来てもらってリピートさんになってもらう形を取るのがありがたいんですけどそのためにねこう必死に宣伝するっていう形をとるんではなくてですねえ中身ですね えー、商品の中身、まあ、施術の内容であったりサービスであったりというのをこうよ,きよりこう幅を広くしていったり濃くしていったりするという形がやっぱりこう、えー、長い目で見ると、えー、売り上げ安定させる売り上げを上げるこう近道になるんだろうなというのをこうし芋の、えー、流行り方 えー、その繁盛の仕方を見ているとやっぱり思いますねそこをなるべく濃くしていくということですね。価格帯同うんぬんが価格が安いから来てくれてるっていう単純なもんではない特に僕らのこう商売、えー、こう施術っていうのはそういうもんだけではないんでしょうけども、うん、なかなか、えーうん、ちょっと嬉しいなというふうなことを思ったということですね。 ということで、えー、親父にコーヒーを買いに行ってもらってということについてお話しさせていただきました。では今日も、よっしゃーでいきましょう。どうも、ありがとうございます。